室井ゆずきちょっと待ったー。いや、昨日結婚した人にちょっと待ったかけるな、お前。室井さん。室井ゆずき、あなたたちさ、すっごいそういうやり方するよねっていう喋り方する人だろ、本当に。いやいや、お前、それ長州力だろ、お前。いや、長州違うわ。長州だよ。切れてないですよって言ってないから、俺。ね、長州だろ。お前、室井ゆずきが言うの見たことある？あなたの墓にクソぶっかけてやるって見たことないから、本当に。そういうことなんですよ。さ、長州ですわ、それ。ねえ。でもね、なんか昨日もツイッターがなんかかなりなんか荒れてましたね。あの、ハッシュタグ、検察庁法改正案に抗議しますってですよ。そうそうそう。ね、なんかね、大仁田氏の店長、あ、え、定年が伸び続けてるって言うからね。いや、大仁田関係ねえんだよ、お前。プロレスの大仁田氏が、ハッシュタグ、検察庁法改正案に抗議しますってつぶやいて、うん、ね、今、定年を改める必要があるのかってつぶやいたけど、それつぶやいてる大仁田氏は、7回の引退と復帰を繰り返して、定年を伸ばし続けているの。いや、誰がわかるんだよ。あ、じゃ定年ないんすかね。あのね、61歳で電流爆破をやっていいのかをまず俺は問いたいね。確かにね。普通の仕事でも定年の可能性ありますから、61だったら。林くん、知ってます？今日ね、あの、松陰寺太夫のサブアカができて、うん、ね。で、これが本物か偽物かわかんないんですけど、うん、で、今、偽物なんじゃないかって言われてんのよ。で、うん、これがね、すっごい巧妙なサブアカなの。まず、どういうことですか？ぺこぱの松陰寺太夫が、一人目にフォローしてんのが、EXIT の兼近くん。うん、で、二人目が、俺。いや、誰がわかるんだよ、本当に。めちゃめちゃぺこぱ調べてんじゃねえか、お前。ぺこぱと俺が、あらが、10年ぐらい、レギュラーライブを一緒にやっているの。いや、誰がわかるんだよ。ね、そういうことなんですよ。身近な客じゃねえか、多分。あれはね、思わず返しそうになりましたけど、ちょっと今、はい、まだ様子見てますね。でも今ね、あの、めちゃくちゃ売れてる本何か知ってます？あの、動物の森の攻略本、これめちゃくちゃ売れてるらしいね、今ね。そうなの？そう。なんで今の、なんで今武井壮の本が売れてんの？うん、あの、いろんな動物の倒し方が載ってる本のことを、俺、動物の森の攻略本って読んでねえよ、お前。そうなの？俺、動物攻略しようって感覚で見たことないから、あんまり。あ、そうなの？違うでしょ、それ。じゃあ、ビッグダディの倒し方とか書いてないんですか？うん、攻略の。子供を次々に作り続けてしまう人、あの人動物じゃねえよ、お前。こんなツッコミあるか。あの人動物じゃねえよって失礼な。ビッグダディの倒し方はないんですか？ないんですよ。この前ね、あのビッグダディがあのネットニュースでインタビュー答えてたの見ました？あの、ビッグダディ自身も11人兄弟なんですって。え？その中のビッグダディにもビッグダディがいたんですよ。ビッグリダディじゃないですか？うん、ビッグリダディ。そう。ビッグダディにビッグダディがいたからビッグリダディ。うるせえな、俺ら。ビッグビッグビッグ。ビッグカメラの宣伝じゃないんだから、本当に。ね、懐かしいですよ。ポイントつかねえかな。でもね、あの、動物の森の攻略、動物の森の攻略本これね、なんでこんなめちゃくちゃ売れてるかっていうと、うん、あの、徳間書店から出てるバージョンっていうのが、ね、うん、このカタログが分厚いのがついてきて、で、うん、これにいろんな家具が載ってる。で、これで家で見るには気はしないみたいな。うん、そうなの？なんか葬式の、なんか葬式のカタログみたいだよね。いや、不謹慎だろ、お前。葬式のカタログでお前家具いっぱい載ってるのあるけど、あれ。あれ、なんとなく心情的に送ったことねえんだよ、葬式でもらえるカタログあれ。ね、いいんですよ。で、他にもね、お笑い界でニュースになってるでしょ。あの、松本人志さんが、お金に困ってる後輩に100万円貸しますっていう。ニュースなんですよ。だからなんか、三又又三さんには貸すんですかね。あの人、吉本だとしても多分貸してもらえないよ、あれ。ね、そう。吉本じゃないの一回借りて、返してない説があるんだから、ほんと。わかんない。ね、あ、ダメなの？じゃ吉本の 後輩で、お金に困ってる人に貸してくれるんだって。あ、じゃああれか、勝見さゆりさんとか？うん、あの、コロナ関係なくお金に困ってる人には多分貸さないよ、それ、お前。お前、勝見さゆりさん今申請してみろ。ちょっとした火事場泥棒の様子を呈してくるから、ほんと。そうか、ね。そういうことなんですよ。火事場か。確かにね、うん、ツイッターでね、さゆりさんちょっと炎上してましたからね。うん、それ多分、キャリーパメパメだわ、お前。キャリーパメパメと、勝見さゆりのさゆりさん、ちょっと顔似てます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。